島根県王軍の一王軍は、島根県にあった軍。大化から天武天皇期にかけて順次設置されたとされる八神軍の一つであり、律令制の施行により制定されたと考えられる。軍名の由来について、出雲国風土記が伝えるところによれば、八塚水を水の命が国引きの大仕事を終えた際に、国引きを、い、恵みといったことから、い、恵み軍の地、 王軍と呼ぶようになったという。熊野座神社の所在地としておもんじられ、文武天皇2年3月9日には、近親者の連任を許す御とのりが下されている。一般に軍を治める軍事に、近親者を続けて任命することは禁止されていたが、王軍では神社を代々祀ってきた出雲氏が、重視されたものである。軍家は山城里にあった。 天平5年2月30日に成立したとされる、出雲国風土器には11の里のうちに33の里があり、別に1つの天部座と3つの駅下と3つの神戸があったと記され、以下の記載がある。11の里にはそれぞれ3つの里があった。演技式神明帳に記される軍内の式内社。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、 松江市の一部にあたる。31、竹屋村32、出雲高村33、伊谷村34、伊東村35、岩坂村36、熊野村37、大場村38、津田村39、野木村40、ン部村41、 玉造村42、湯町村43、雷海村44、神寺村45、波入村46、双子村大群にある神社の内各地の六社を、大六社といい、六社さんとも呼ばれて数形されている。この六社を順配する、六社参りという行事が、江戸時代以前より行われている。ありがとうございます。